時間にもお金にも場所にも縛られないとしたら、あなたは毎日どんな生活を送りたいですか？今思い浮かべた理想のライフスタイルが叶えられたら、ワクワクの毎日になりますね。一人でも多くの人にこの本が届き、起業への第一歩を踏み出していただければ幸いです。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回は花島アノンさんが書かれた、チアージョブという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。起業して理想のライフスタイルを手に入れたい。でも自分で事業を立ち上げるなんて想像できない。そんな方におすすめの本です。近年は副業や起業を通して好きを仕事にしたり、個を生かして仕事をする人が増え始めています。ですが、そういう仕事がしたいと思っている人の中には、何かは始めたいけど何をしたらいいかはわからない。自分には得意なことなんて何もない気がする。そういうふうにもどかしい思いをしている人もいるでしょう。本書はそんな方のための解決策を提供してくれる本です。それでは早速紹介していきます。というわけでいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論。才能もやりたいこともわからなくても、チアジョブでフリーランスになれる。応援したい人とつながる際には焦らずステップを踏む必要がある。というわけでこの動画では1、チアジョブで思い通りの人生を手に入れる。2、応援したい人はこうして見つける。という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、チアジョブで思い通りの人生を手に入れる。この章ではチアジョブで思い通りの人生を手に入れるというテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、特別な才能もやりたいこともわからない人におすすめなのがチアジョブ。必要なのは応援したいという気持ち。という二つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず一つ目のポイント。特別な才能もやりたいこともわからない人におすすめなのがチアジョブ。フリーランスとして働きたいのですが、特別な知識やスキルがありません。起業したいのですが、いきなり一人でとなると自信がありません。副業を始めたいのですが、ライバルが多すぎて勝てると思えません。こんな風に起業したいけれど、スキルや自信がないから無理かも、そう思っている方は多いと思います。そんな人に著者がおすすめするのが、好きな人を応援して、お金も自由も夢も手に入れるチアジョブでの起業です。起業には様々なスタイルがあります。中でも、毎月の固定費、家賃や人件費などがかかる起業や、在庫を抱える起業というのは、最初に準備するお金がそれなりに必要です。だからこそ著者がおすすめするのは、自宅で在庫を抱えず、個人でできるスタイルでの起業です。この起業スタイルの代表的なものが、例えばコーチやセラピスト、カウンセラー、コンサルタントといったような対人支援の仕事です。こういった仕事は働く場所や時間にも縛られず、自由に働くことができ、需要もあります。しかし、誰でもできるわけでもありません。知識や技術をしっかりと習得しないとスタートができないことです。そこでおすすめなのが、誰かを応援しながら個人で稼ぐというやり方です。中でも初心者にも実践できて、一生ものの稼ぐ力が自然と身につくのが、本書で紹介するチアプロモーションです。チアプロモーションは、対人支援をしている起業家のプロモーション。つまり、集客や販売の悩みを解消し、サポートする仕事で、短期間で大きく稼ぐことも可能な働き方です。世の中には、素晴らしい商品やサービスを持っていても、プロモーションが苦手で、日々頭を悩ませている起業家の方がたくさんいると言います。特別な資格は不要で、自分が今まで経験してきたことや、自分が楽しいと思うことをチアプロモーションの仕事の中から選び、精一杯のサポートをすれば OK なんです。オンラインで全てを完結させることもできるので、どこに住んでいても実践できますし、たくさんのお金を準備する必要も、高額な毎月の家賃を支払う必要もありません。とはいえ、どんなサポートをすればいいのか、いまいちわからないと思う方もいると思います。例えば、起業家のタイプ別にこのようなサポートの仕方があります。メインの商品はあるけれど、売るのに苦労している起業家であれば、売れる動線を作り、見せ方を変える。講座への集客が苦手な起業家であれば、ウェブページを作って誘導する。動画を作ってほしい起業家であれば、動画のコンテンツ作り、撮影の手伝い、編集をする。文章で魅力を伝えるのが苦手な起業家であれば、セールスレターやメールマガジン、ウェブページや SNS で記事を作成して投稿したり、運用を代行する。このようなことがチアプロモーションの一環になります。この他にも、スケジュール管理が苦手な起業家であれば、スケジュール管理、調整、リマインドをする。入金の確認や顧客対応に手が回らない起業家であれば、代わりに確認して連絡するといったことが応援になります。起業家はお手伝いしてほしいと思っていることをいろいろ持っているので、今までの経験の中からきっとできることが見つかるはずです。では続いて二つ目のポイント。必要なのは応援したいという気持ち。サポートする仕事なら始められそうと思っても、実績がなくても大丈夫かな、そう思う方もいるでしょう。著者はそういう方に対して大丈夫だと言います。この人を応援したいという気持ちさえあれば、大体のことは自分で調べながら対応できるからです。例えば、著者が初めて応援した相手は、ダイエットコーチの先生だったそうです。人を豊かにする商品を持っているとても魅力的な方だったので、
多くの方にこの先生と商品を知ってほしいと思い、チアプロモーションを始めました。ところが、先生の代わりに集客とセールスをしますとスタートしたものの、思ったほど人が集められませんでした。当時の著者は、セミナー会場に来てくれた方に物を販売する方法は知っていたのですが、そのセミナー会場に人を集める方法がよく分かっていなかったんです。しかし、その人を応援したい気持ちが大きく、インターネットで調べたり、人にアドバイスをもらったりして全力でサポートしました。この時著者は、ただできないことを認めて、誰かの力を借りることをしました。すると、必死な著者を応援してくれる人も現れ、最終的には喜ばしい結果となったそうです。応援したいという気持ちがあれば、自分への応援も引き寄せるということです。実績を積んでからでないと起業できないと思って行動しないのは、起業を成功させるためにはナンセンスです。誰もが最初は未経験者です。やってみないと得意不得意はわからないままです。できるようになる過程、自分の成長を感じられることこそが楽しいものなはずです。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では、チアジョブで思い通りの人生を手に入れるというテーマについて、2つのポイント。特別な才能もやりたいこともわからない人におすすめなのがチアジョブ。必要なのは応援したいという気持ち。という2つのポイントについて解説しました。では続いてに、応援したい人はこうして見つける。この章では、応援したい人はこうして見つけるというテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、応援したい人は SNS で見つける。相手から信頼されるコンタクトの取り方という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント。応援したい人は SNS で見つける。誰を応援したいかは、価値観や興味関心度合いによって人それぞれ違います。まずは人として魅力を感じるあり方と、興味関心のある業界ジャンルを明確にしましょう。例えばカリスマタイプの人がいいのか、受講生と仲間のようにお付き合いする人がいいのか、売上第一主義の人がいいのか、チャレンジを楽しむことに重きを置くタイプの人がいいのか、様々なタイプの方がいるので、自分が魅力を感じるタイプを具体的にイメージしましょう。イメージしておくと、不思議とそれに合った人が目につくようになります。そして応援したい人をイメージできたら、次は SNS でそのイメージに合う起業家を探していきます。イメージが明確であればあるほど、Instagram、Facebook、Twitter、TikTok、YouTube などを見る際、イメージに近い人に目が行くようになります。ここで注目すべきポイントは4つです。すべて当てはまらなくても大丈夫ですが、当てはまるものが多いほど、相性のいい方ということになり、安心して仕事ができるでしょう。ポイントの1つ目、重いメッセージに共感できる人を探す。メッセージには共感できるし、商品も良さそう。だけど、ワクワクときめく感覚が湧かない。そういった場合は、運命の人ではないかもしれません。他の人を探しましょう。ポイントの2つ目、写真から世界観が好きな人を探す。SNS ではメッセージの他に、写真を投稿している人も多いので、写真の雰囲気、対象物から投稿者のライフスタイルや世界観がわかります。そこでいいなと感じる価値観の人を見つけましょう。チアプロモーションでは、ウェブ上に集客用のページやセールス用のページを作成しますが、そのデザインには応援する人の世界観を反映することになるからです。最初から自分が好きな世界観の人と組めば、すれ違う可能性を減らすことができます。続いてポイントの3つ目は、やり取りで人柄をチェックするということです。チアプロモーションでは人柄の相性も大切です。応援したい人の人柄が出るのはコメントへの返信です。その人が仲が良さそうな人、知り合いだと思われる人とのコメント欄でのやり取りを見ると、その人の素の姿が見えてきます。優しそうな人だとか、ノリがいい人だというのが分かって、なんとなく自分との相性の良し悪しが見えてくるでしょう。最後にポイントの4つ目は、ホームページで実績をチェックすることです。チアプロモーションは、応援したい起業家の質のいい商品やサービスを必要とするお客様に届けるのが目的です。そのため、安心して全力で応援できるよう、応援する人はすでに実績のある人を探しましょう。よく見るべきなのは、応援したい人が提供する商品によって、喜んでいる人がいるのかどうかです。お客様の声があるかを確認してください。お客様の声は、その人の SNS だけでなく、ホームページやブログなどにも掲載されているでしょう。少なくとも3つ以上のお客様の声があると安心です。自分の他にも応援したい人やその人の商品に魅力を感じている人がいると分かれば安心しておすすめできるわけです。では続いて2つ目のポイント。相手から信頼されるコンタクトの取り方。次に応援したい起業家を見つけた後の相手とのコンタクトの取り方について説明します。手順1は投稿に反応して自分の存在を知ってもらうことです。仮に知らない人から突然、あなたのサービスが好きなので応援します。一緒にビジネスをしませんか?という売り込みの DM が届いたらどう思うでしょうか?きっと大抵はスルーすると思います。例えるなら、知らない人から突然プロポーズされるようなものです。自分の熱意を伝えたいからといって、いきなり DM を送ったり、熱心に何度も DM を送ってしまうのは悪手です。
まずは未来のビジネスパートナーに不信感を抱かれないよう、自分の存在を知ってもらい、少しずつ信頼関係を構築しましょう。その後でタイミングを合わせて、一緒にお仕事しませんかとプロポーズすればいいんです。信頼関係を築くにあたっての第一歩は、自分の存在を知ってもらうことです。はじめはその人の投稿に応援の気持ちを込めてコメントをしましょう。コメントでは相手への共感や応援のメッセージが喜ばれます。例えばその人が何かにチャレンジをしている投稿であれば、その感想とともに次回の投稿が楽しみです。応援してますと素直な気持ちを伝えましょう。文章だけだとどうしても冷たい印象になってしまうので、起業家が絵文字を使うタイプであれば同じように絵文字を使うと共鳴しやすくなるのでおすすめです。また自分の SNS のアイコンはできれば自分の顔の写真にして頻繁に変えないこともポイントです。続いて手順2は、シェア・リツイートで応援する。コメントよりも喜ばれ、分かりやすい応援となるのがシェアやリツイートです。ボタン一つで簡単にシェアができますが、ちょっとした一手間を加えることで自分のことをより強く印象に残すことができます。その一手間とは、他の人に勧めたくなった理由を添えてシェアすることです。投稿者はシェアしてくれた人のことを確認できるので、ただのシェアよりも応援している気持ちをストレートに伝えることができます。コメント、シェア、リツイートは一度して終わりにせず、応援したくなったら何度もしましょう。繰り返し相手と接触することで好感度が高まるというザイオンス効果が期待できます。ただし、コメント、シェア、リツイートの回数が多ければ多いほどいいのかというと、そういうわけでもありません。他の人にも広く知らせたいと本当に思った時だけする方が応援の気持ちがきちんと伝わります。続いて手順3。起業家からコメントをもらってから DM する。繰り返し接触するうちに、応援したい起業家にもう存在を知ってもらえたかなと自分でも感じるようになります。一つの投稿に対し、多くのコメントが来る人気の人の場合は少し時間がかかるかもしれませんが、普通は3、4回もすれば記憶に残るものです。それでもまだ売り込みはしないことが賢明です。自分を売り込むタイミングは、起業家から応援ありがとうという返信コメントをもらった後です。大勢の人に送るようなコピー&ペーストによるありがとうございますというメッセージではなく、あなたの応援に対して特別にありがとうと相手が伝えてくれたら、いよいよ DM で自分を売り込むタイミングになります。最後に手順4、DM で自己アピールをする。DM を送るとき、どんなメッセージを送れば相手から好反応をもらえるのか、これには正解がないのだと言います。人それぞれ性格も違いますし、同じ相手に送ってもタイミング次第で返信の有無も変わるでしょう。送った後、返信がないからといって落ち込む必要はありません。まずは気軽な気持ちで送ってみましょう。基本的に自分が相手ならどう言われたら嬉しいか、相手になりきって考えましょう。例えば本書では次のようなメッセージが紹介されています。お忙しい中、嬉しいメッセージをありがとうございます。以前美容業界にいたので、先生のダイエット法にはとても興味を持ちました。特に健康的に美味しく食べても無理なく痩せてリバウンドしないという自然体で我慢がいらないところに魅力を感じています。日本全国の女性たちが先生のダイエット法を知ればきっと喜ぶだろうなと思い、ついついシェアしたくなってしまいました。というのも、私はインターネットを使って起業家さんのビジネスステージを拡大するお仕事をしていまして、職業病というか、素敵な起業家さんや商品に出会うとつい応援したくなるんです。今後もぜひ応援させてください。投稿を楽しみにしています。このように応援している理由と短い自己紹介、今後も応援する気持ちを入れたメッセージを送ります。その後改めてこのような紹介を依頼する内容のメッセージを別途送ります。唐突で厚かましいお話とは思ったのですが、〇〇さんはお顔が広そうなので、私は集客やセールスを代行し、売上を3倍にするお仕事を成果報酬で行っています。もしそのようなサポートや応援に興味がありそうなお知り合いがいらっしゃいましたら、ご紹介いただけないでしょうか。特に美容健康業ではお力になれると思います。今後ともよろしくお願いいたします。ここでのポイントは、直接相手に自分を売り込むのではなく、紹介の依頼をすることです。そして自分が何をすることで相手がどうなれるのか、相手の業界ジャンルを書いておくと、相手が自分も対象かもしれないと思い検討してくれます。著者自身も最初はズーズーしいと思われるかもしれないとドキドキしていたそうですが、接触頻度を高めてきたことと、その起業家の応援をしてきたことで偏方性の法則が働いたのか、怒られることはなかったそうです。また成果報酬と謳うのもポイントの一つです。紹介者にも紹介された人にもリスクがないことが伝わります。メッセージを送ってスルーされることもありますが、返事をくれる方もいます。興味を持ってもらった後はメッセージのやり取りではなく、一度オンラインでお話ししたいとお願いしてみましょう。実際に話をした方が話がまとまるのも早いですし、心から応援したい人かどうかの判断がしやすいからです。そこで応援したい相手だと思えば、自分の思いとチアプロモーションについて提案していきましょう。はい、ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、チアジョブで思い通りの人生を手に入れる。
特別な才能もやりたいこともわからない人におすすめなのがチアジョブ。必要なのは応援したいという気持ちという2つのポイントについて解説しました。2、応援したい人はこうして見つける。応援したい人は SNS で見つける。相手から信頼されるコンタクトの取り方という2つのポイントについて解説しました。今回紹介した本チアジョブについてまだまだ紹介できていない部分が多いです。今回の動画では本書の前半部分を中心に紹介しましたが、紹介しきれなかった後半部分では実際に集客をし収益を上げるための手順が具体的に紹介されています。今回の動画で自分もチアジョブをやってみたいと思った方はぜひ本書を手に取って読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。このようにこのチャンネルでは本の解説と人生の役に立つ知識の紹介をしています。最新の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。